ぱりそれは東日本大震災の時にね、チャリティーマーケットやったり物資を集めて南相馬市の方に送ったり、そのチャリティーの売り上げを、震災遺児の方に届くように活動させていただいたり、そういったことを皆さんのその思いを一緒に形にしていったっていうところがあって、それをまあやっぱり覚えてくださっている方や、一緒に活動したメンバーからのそのいろんな連絡があって、突き動かされた部分っていうのがあったかなと思いますね。いつもね、株式会社ことやを設立するタイミングでその震災が起きたっていうところで、開業というかその日をずらしてその活動に活動をやっていたっていうことを、まあ、今も一緒にやっている泉とかも話をよくするんですけども、選択肢としてやっぱりそのこのまま何もしないっていう選択肢はやっぱりなかった。すごい皆さんの気持ちが何かしなければっていう気持ちをすごく感じて活動したのを覚えています。本当町の文具屋さんがラミネート寄付してくださったり、ラミネーターを貸していろんな方貸してくださったり、でここでみんなで並んで流れ作業みたいな感じでラミネーターずっとラミネートしてました、ね、その時も本当にたくさん の方と一緒にその活動をしたなというふうに思います。で話は長くなったんですけど、購入品をね紹介していきたいと思うんですが、ちょっとスペースがちょっともうなんか机から溢れてきて、ちょっと一回整理します。